ジンクピリチオンは、有機や遠削体で、ピリジンの誘導体の一種、抗菌剤や防腐剤としての作用がある。フケや、脂漏性皮膚炎に有効なため、シャンプーや化粧品に添加される。独特の匂いがする。溶解性が低く、ジンクピリチオンの粒子はすすぎ洗いをした後も、皮膚表面に残り殺菌作用を持つ。細菌類に対する最小発育素子濃度は、 O157、枯ク草菌で午後10時、MRSAA、緑濃菌では午後3時であり、比較的低濃度で効果を発揮する。心菌、グラム陰性菌、グラム陽性菌と幅広い殺菌スペクトルがある。脂老性皮膚炎に有効な成分の一つである。抗菌効果に伴いフケを抑える効果もあり、ジンクペリチオンを配合したシャンプーも市販されている。 国際的には1960年代から使用されてきた。1970年から2006年まで、花王が発売するシャンプー、メリットには、ジンクペリチオンが配合されていたが、2006年4月からは、クリチルリチン酸ジカリウムに変更された。なお2007年、P&G の日本においての、新ヘアケアブランド H&S では、ジンクペリチオンが有効成分として配合された。 ラットに蛍光投与した場合の半数致死量は2 0 0ログラムである。1999年に国立環境研究所により環境ホルモンの疑いがあることが報告された。顔が日本で初めてジンクピリチオン配合シャンプーのメリットを発売したが、その CM のキャッチコピー、ジンクピリチオン配合によってジンクピリチオンについて何も知らない消費者が購入することにつながり、 メリットはヒット商品となったとされる。この事例から小説家の清水義則が論考・インパクトの瞬間の中でジンクピリチオン効果と命名し、どのようなものかはわからないのに、その言葉の響きだけで凄ごそうだと思ってしまう、心理的な反応があると説明した。ありがとうございます。